後まで盛り上げていきたいですね。そうですね、最後まで楽しんでいただければと思います。うん、さあそれでは見ていきましょう。 TSF カップファイナル、バルクス G VS 渡辺。こちらバルクスのプロテインを、ダフィーナ来ましたね。ダフィーナ来ましたね。そのボブが強化される前に、一度メインに据えた、キャラクターでありますね。エボジャパン2019では、この私ファイターとオフラインで戦ったこのザフィーナ、うん、そうですね、そうですね、ボコボコにされまして、その時実は G 選手にがナスレバーだったんですよね、まあ、いわゆるバットトップレバー、今日も協賛を受けてるゴールデンレバーのバットトップだったわけなんですけども、その時にあのやっぱり大会って手が震えるんですって、緊張で。どんな人でも、ただその手の震えとかもこうレバーをしっかり握ることによって安定できますよと。それから私ゴールデンレバーにしました。ああ、なるほど、はい、この G 君の敗北を経てゴールデンレバーに変えました。この段階でも G 君のバルクスとあのゴールデンレバー、アーケードスティックインドネシア様入ってますから、なるほど、つながっていたわけですね。私にとっては2つの、ね、企業つながっていたという、そのつなげてくれたのが今戦ってるこのバルクスの G。 なるほど。そして同い年 と同い年と、ね、家も近い家も近いね。全てがもうこのジークに詰まってます。友達なんじゃないかな。ただね、あの互いにあの DM のやり取りは敬語っていう。いや、良きですね、そこは大人ですね。いや、しかしこの渡辺エリザです、渡辺エリザですね。やはりこの強力なエリザ、鉄拳士メッツというだけありあって、まずは開幕の2ラウンドを奪っている。そうですね、さっきあのコメントでもあったんですけど、はい、どうやら G 選手はあの、うん、渡辺選手嫌いみたいですね。嫌い、対策として嫌いって言い方違わない、対策として苦手みたいです、ね。はい、苦手だよね、そうだね、はい、あ、はい、あのエリザが多分かなり、なるほど、まあトリッキーですからね、G 君としても、うん、やりづらいんじゃないかなっていうところだと思うんですよね。なるほど、あ、割り込めるんだ今の。さあゲージが2つある状態の渡辺エリザ、ブラッティゲージが2つ溜まっていますが、ここは空中で捉えています。うん、いいジャンプですね。今暴れないと、はい、あのまま壁強を取られて死ぬ展開ありますからね、はい、展開としてはあまり良くない展開が待っていたっていうイメージですよね、うん、ただ2ラウンド取ってゲージマックスですからね、はい、まあ、優勢に運べますよね渡辺エリザの方が、うん、さあここからしかし切り返したいのはバルクスのチーム。減る。さあ壁際追い込まれている、レイジ状態割り込んで、さあ中段が刺さる、これは厳しい戦いだ。厳しい、繋がってる。まあこのルールでねやるのも、まあファイターチャンネルでは少なくともしばらくはないかなっていうところですよね、うん、あのカスタマイズが使えないって、うん、私のチャンネルの大会基本的にカスタマイズ使えますからね。そうですね、はい、まあ鉄拳オンラインチャレンジに準じてと、そうです、鉄拳オンラインチャレンジではカスタマイズ使えませんから、デフォルトもしくはプリセットね、うん、サーパークラッシュ。やはりこの G といえばこのボブですよね。そうですね、ボブを日本ではもう屈指のボブ使い、最強のボブ使いといっても過言ではないでしょう、うん、過言ではないでしょうね、はい、バルクスの G、 マッチャージがおすすめ、スカシ確定になっている。いや本当にバルクスのプロテイン飲みやすいですからね。そうですね、うん、うわっ、でかいの入った。さあレイジ状態の渡辺エリザがどこまで、強そう。さあ残るか、ギリギリのところだぞ。残りそうだけど残る、うん、ダークウェーブ削りに入った、うん、ギリギリの戦い、レイジを避けている。うわー、上からのあと横の届いていない、あ、届あ、2発目ある、いやあ、届マジでマジで2発目が届かない。熱すぎるだろ、あと一歩届かず、やばっ。ウィナーズの勝利報告言ってます。もしよければあの対応っていうか点数入れられそうであれば出るな。ファイターさん声入ってるから、はい、ごめんなさい聞こえます。はい、大丈夫、もしもし大丈夫ですか。はい、行きます、行きます、はい、OK です。もしあのウィナーズの結果を入力できるようだったらお願いします。はい、じゃあやっていきます。はい、さあキャノンから壁に運び切ってダウンしている。やはり苦手というだけあってちょっと攻めあぐねてるイメージがありますね。 G なっている、うん、さあ残り1ミリを中段で削ってきました、壁際の攻防。さあこれで、渡辺エリザが勝利にリーチ。さあどうするか、追い込まれている、プレッシャーから先手を取りたい。中段ダクウェブ
ゲージを使って壁に貼り付け直す。これは大きなダメージになる。10連コンボ側面から全断命中。なんとマジ追い込まれた。まさかこんなことが起きるなんて。最後はシャガパン上段技に合わせるように打ってきました。渡辺エリザが勝利。Yeah. That type of pride ain't good for your health. Come on.